あー寒い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 なー。もう完全に寒い冬になってきたったな。メダカももう全然出てこないし面白くないよね。そうだ、お家の中で楽しめるなんかこう、そうそうそう、メダカと、そうそう、シダ、コケ、水生植物、この辺が一気に楽しめる、なんかね、室内で楽しめるものを作ってみようかな。はい、ということで今日はですね、こちらのガラスの容器を使ってですね、ちょっとね、メダカもちょっと泳げるようなスペースを作りつつ、シダと、苔、あと水生植物までね、一気に全部楽しんじゃおうっていう、ちょっと欲張りな企画なんですけど、それをね、ちょっと実現するかどうかは分かりませんけど、ちょっとやってみたいと思います。はい、まず最初にソイルをね、入れてってるんです、これ。でね、この後ね、石をね、配置していこうと思うんですけど、これね、陸地を作るためにね、結構大きな石をね、選んだんですけど、これね、まあちょっとね、まあ陸地作るためだとはいえね、結構苦しかったですね。で、この後、このね、石とガラス面との間に、土を入れてって、で、陸地の部分を作っていくっていうのと、あとこのね、石と石の割れ目の間から、ニューラージパールグラスがね生えてくるっていうような感じのイメージ作りたくって、そのね土留めとしてこれね、新たなる試みというか成功するかどうか分かんないんですけど、網戸のねネットを使ってるんですよ。でこの後ね、今この黄色のね矢印の部分、ここに、ニューラージパールグラスを入れて、この図のような感じでね、で、ソイルを少しずつ入れていくっていうような作業をね、今ね、こうちまちまとやっているような状況ですね。はい。で、これが本当にね、この網戸のね、ネットがね、きめ細やかすぎて、この後ニューラージパールグラスが本当に生えてくるかっていうのはね、全く確証なく進んでおるっていう状況ですね。はい、だいぶ上の方までやってきました。で、こっからね、流木の配置を今考えているところですね。なかなかな、これがうまいこと決まらなくてね、まあもうね、結構もっとね、これ以上に考えたんですけどね。で、こっからね、流木にまず水苔を巻いてるところですね、全く映ってませんね。はい。で、さらに、シダも植え付けて、で、その上から、今ね、モスというかね、尻尾苔を巻いてる状態ですね。はい。はい。ちょっともうだんだん出来上がって、かなり短縮してるんでね。はい。でさらにここのね陸地の部分に、ね、ニューラージパールグラスをまたねこうちょっとねちょっとずつ配置してるっていうかね、植え付けてるっていう状況ですね。はい、こちらね設置後、数日1週間後ぐらいかな、状態ですね。今のところ、シダがね根傷み上傷みでね枯れてくるっていう感じもなく順調そうかなっていう感じで、であとね根元の方なんですけど、ニューラージパールグラスをちょっと植栽しまして、この地面の部分ですね、ここを、カーペットみたいなグリーンの絨毯みたいになったらいいなっていう、これは希望なんですけどね。あとはね、この岩と岩の間もこのね、網戸でねこう止めてある、ここの脇目から隙間からですねニューラージが出てきてくると、これも嬉しいなっていう気がするんですけど、ちょっと目が細かすぎて出てこないかもしれないですね。これちょっと失敗したかもしれない。ここら辺はね、流木の部分に、水苔を巻いた上に、これは尻尾苔かな、尻尾苔を一緒に巻きつけて、でさらに上の方にシダが入っているという状態でね、まあ、ここもねちょっとこのまま順調に馴染んでってくれたらいいなと思っています。はい、ということで今日は、メダカ、水生植物、シダ、苔、その辺をね一気に楽しんじゃうという企画でした。早くメダカ入れたいな。それでは皆さん、さよなら。